アンポンタンですね、たまちゃんは。これイラッとするみんな。これでね、わかるよ。一応たまちゃん俺の年上だから36とか8で、こんな感じなの。俺はまあ、可愛いなって感じがするけど、多分イラッとする人もいるんじゃない。いい年こいて。あれ、爆走さんがもうブロックしすぎて200人になっちゃってるね。じゃあみさみ作業に戻るか。じゃあ今日の最後の目的は、最後みさみさちゃんと電話したいからちょっと行ってきて、最後電話01と電話って、それで終わろう。竹内もオナニーしないといけないから、でね、俺もね、このみさみさちゃんの話はあんましたくないの。古い携帯、マルコと01つながってるから、旦那の携帯から電話は特典つながるからやめた方がいいよ。みやびと通話してる。あと一つ鍵になるのが、新八丁がね、競馬してるんだよ、なぜか。みなちゃん電話しない？俺配信切ってあげてもいいよ。そしたら条件乗るんじゃない？俺が配信切ってあげるよ。そしたら話せるじゃん。で、ちょっと一回旦那と喋れるか詰め寄るのと、あと爆走のことを話す。で、マルコさん、ファンタどうなったの？旦那さんの携帯持ってきたよ。バカだから、ファンタのこととか言ってるからね、バカだから。これおバカさんだと思うけどね、ただの。いや、別件ちょっとやばいよ、深刻だよ、俺、正直。電話しないの？みさみさちゃん、俺配信切ってあげてもいいよ、電話できるんなら。みさみさは01気にしないで配信貸した方がいい。爆走がみやびといろいろ通話をして。はい、わかんない、その優子と揉めさせるために呼ばれたのかな。これはいいわ、ただ寝回しだから。でも電話してよ、01には絶対電話しないで。しないの？俺配信終わってあげるよ。もうしたくないんだよ、もうたけしと仲良く同棲生活をしたいんだよ。一回話そうよ、今後のこともあるし。 iPhone6 じゃなくて iPhone10 かな、これ結構古い。これしないの電話、みさちゃん。またバカが投げてるわ。スバニャン、また話聞いて、またバカが投げてる。01が式にお願いして、お願いって名古屋入りするみたいだけど、スバニャンはミサッちゃんが01に利用されてるのを心配してる。スバニャン、LINE 見てくれるよ。マルコさんとも仲良しだし。配信に映ってる？どういうこと？これどういうことだ？
ミサミサが曲聴いてたっていうのめくれた。携帯に映ってるとこ曲の画面じゃなくて配信じゃない？これわかる？携帯に映ってるとこ曲じゃなくて配信。あ、反射して映ってるってこと？そういうことなの？これ俺が映ってない？これ俺じゃない？これ俺見てない？これ。しきさん、配信してること旦那さんに。これ俺だよね。言ってるよ。俺見てるわこいつ。ミサちゃん。うん。嘘、嘘はついてないよ本当に。ミサちゃん、俺の配信見てるじゃん、イヤホンで。みなちゃん、一回話そう。配信切ってあげるか。今も聞いてるんでしょ。あ、10倍ありがとう。俺だわ。リスナーさんもよく見てるね。うん。竹地も映ってるの。ゼロワンの配信、さっき携帯に反射してるの映ってたよ、ゼロワンの配信。あ、ゼロワンの配信は見てたよ。ずっとイヤホンで見てるんでしょ、ミサちゃん。曲かけれないのって。高根の花子さんじゃなくて俺の配信今聞いてる？ミサちゃん話さない？おバカだなぁ、ほんと。ちょっと話そうよ、ミサちゃん。よう器用に俺の配信聞きながら配信やるね。おっと、ミュートなったよ。さっき音楽聴いてるって言ってなかった？高根の花子さん。俺の配信見てるって言ってなかったよね。高根の花子さん聴いてるって言ってなかった？それどこ行っちゃったの、ミサミサちゃん。何？ほうきさん、こんなげ10分ありがとう。どうしようもないね。電話する気ないの？今右の耳で聞いてるけど。配信落としてあげるよ。うん。では旦那さんの許可のもとでこのような配信を連日連夜されてらっしゃるということで認識してよろしいでしょうか？はい。もうたっちゃんもちゃんと見た方がいいよ、応援する人。まあまあどうでもいいけどね。うん。サザンなんか聞いてないよ。今も聞いてるんだよ、右耳で。嘘ばっかりつくから。もういいかな、電話しないんだったら。終わろうか。エンディー枠をつけて。いや、大丈夫っすよ。いや、エンディーやろう。うん、エンディー寝るまでやってな。俺びっくりするから。竹内よりも。うん、いいよ。いや、もうまたビブラートゲ、何ビブラートゲって。うん、タヌキ枠でもいいしね。ということなんで、まとめると、まあ黒幕が爆走。あ、まあしきちゃんの喧嘩だとミサがミサが黒幕だけど、まあいいや、なんでも。うん、ナイス1000まで。しきには全く関係ない。こんなに頑張って1000いかないのか。嫌がらせかよ、ミサちゃん。もうちょっと押してください、皆さん。起きてる人。式はオワコンだから押しかけてくる気だから。あと皆さんはね、いろんな枠でいろんなこと聞くと思うけど、いろんな配信者に僕もねヘイト向けられるんで、ちゃんと自分の目で見極めてね判断してくださいね。俺が寝てたら何々と電話してるとか、来るに会ってるとか、いろいろありますけど、うん、自分の目で見極めてしてくださいね。うん、じゃあちょっとエンディの枠で、うん、本人通報してないよ。うん、通話しなきゃ。ミサミサちゃん聞いてるよね、今右耳で。
黙ってると思ったら人の配信聞いてるんだよな今ずっと。しきちゃんにはまた喋り始めたよ。しきちゃんには関係ない話だから、家まで来られたら即警察呼びだね。あの聞いてるからしきちゃんにとかコメント読むスピードが一定じゃないんだよ。俺が喋ってる時に喋り方がコメント読み方が遅くなったりしてるんだよこの子。登場した配信者全員に。じゃあみんなね、ナイス押してくれた。返事の枠で。もう俺はもうそっち書いちゃったから。もうあと誰も書けないでね俺に。もう俺ゆっくりするんで。いいですか。みんなごめんな遅くまで。みんなも寝てなも。お疲れ様皆さんもね連日。それじゃあ。